東京ドームです。米子対阿波、このゲームの模様をお送りいたします。米子の先発は左の上野、阿波の先発は右の山中、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり。先頭バッターは中原、第1球カットボールはボール。第2球ストライク、アウトコース厳しいところ。第3球はインコース見送ってストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、直球空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げました、シュート見送ってストライク。第2球投げました、アウトコース空振り。第3球を投げました、ボール。カウントワンボールツーストライク。第4球を投げました、打ったい当たりだ、ボールはレフトへ飛んでいきます。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番佐藤。投げました、初球決まってストライク。第2球投げた、内角ボール球打った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。上野上々の立ち上がりを見せています。阿波、スコアボードに0の文字が入ります。1回の裏、米子攻撃に入ります。トップバッターは岩崎、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました、ファウル。第2球投げた、打ちました、渡辺取った、渡辺一塁、ベースを踏んでアウト。バッターは2番島谷、投げた、ストライク。さあ、次の投球投げた、インローへ、変化球外れてボール。カウントワンボールワンストライク。投げた、直球見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、ボール。カウントはツーボールツーストライク。投げました、打った、右中間へ持っていきましたが取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の仁科。投げました、見送ってストライク。いきなり155キロ。第2球2球目ストライク。第3球はストライク、空振り三振。山中、今日は上々の立ち上がりです。1回の裏が終わりまして、阿波立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、阿波攻撃に入ります。先頭バッターは渡辺、初球空振り。第2球投げました、打ちました。第3球はストレートはボール、低め、カウントワンボールツーストライク。第4球を投げました、ボール、わずかながら外れます。カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた、アウトコースいっぱい、見逃し三振。第1球ボール、これはわずかに外れています。さあ、次の投球投げた、インハイ見送ってストライク。重そうなストレート。投球は3球目投げた、これは引っ掛けた、これは内野フライ。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番木下。第1球1球目ストレート空振り。第2球見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、1球外したボール。カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた、三振。上野、3安がうなります。最後は空振り三振に打ち取られました。2回の表が終わって、阿波無得点で終了です。2回の裏、米子攻撃に入ります。この回のトップバッターは小野。第2球ボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を投げました。アウトローボール。カウンター2ボール1ストライクです。次が4球目、投げました。打った、ファール。第5球投げました。あっと引っ掛けた。レフト前進、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボクサー5番村野、第1球投げました。高速スライダー決まってストライク。タイミング合いません。第2球投げました。高速スライダーボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた。低めいっぱい、ストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。ストレートはボール。カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、ストライク、見逃し三振。左バッターボクサー6番沼上、投げた、ストライク。投球これから2球目、2球目空振り。第3球を投げた、インロー、空振り三振。ボール球で仕留めました。最後は空振り三振で仕留めました。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。3回の表、阿波攻撃に入ります。トップバッターは中本、外れた、ボール。第2球投げた、打ちました。レフト前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番中本、投げました。ストレートはストライク。投球これから2球目、ストレート見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球打ちました。センター方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番朝霧、投げました。ボール。まずはアウトロー。投球これから2球目、膝元、ボール。カウンター2ボール。投球は3球目、投げました。打ちました。島谷、ボールを取る。セカンドから一塁送球。上野、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。3回の裏、米子攻撃に入ります。先頭バッターはブロンコ、ストレートはボール。まずは低め、第2球投げました。ストライク。投球は3球目、投げました。インコース高めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた。ボール、わずかに外れました。カウントはツーボールツーストライク。投げた、打った、センター前進、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番吉田、投げた。初球に送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、インロー、空振り。少し迷ったか。第3球を投げた、空振り三振。バッターアウト、山中ナイスピッチング。第1球投げました、ストライク。第2球投げました、ストライク。これで追い込みました。第3球は見送ってボール。カウントワンボールツーストライク。投球これから4球目、154キロ直球、空振り三振。2者連続三振になりました。山中、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の裏が終わりました。阿波、この回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターの中原。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました。バットの先、キャッチャー落下点、ファウルグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、変化球ストライク、低め。第2球投げました。まっすぐ見送ってストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球アウトロー、空振り三振。上野、見事なピッチングです。投げた、アウトロー、際どい球、ボール。これはわずかに外れています。第2球投げた。2球目空振り。第3球を投げた。アウトコース低めボール。ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第4球を投げた。打ちました。三遊間の打球。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。上野、この回も素晴らしいピッチングです。4回の表が終わって0対0。まだ得点に動きがありません。米子、この回1番からの好打順になります。右バッターボックスはトップバッターの岩崎。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投球これから2球目、空振り。投球はこれから3球目。チームメイトが迎えます。バッターは2番島谷。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた。初球空振り。いきなり155キロ。第2球投げました。これも空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。高速スライダー空振り三振。山中3球で仕留めてみせました。第1球外側決まってストライク。いきなり157キロ。第2球投げました。インローシュートは外れてボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました。シュートはボール、わずかに外れました。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。4球目、ストライク。追い込んでから投げたボール。カウント3ボール2ストライクです。第6球を投げた。打ちました。破っていった。ボールは中継。佐竹、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番小野。第1打席はレフトフライに倒れています。投球これから2球目。外のボール球打った。掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投げた。初球打った。入るか入るか。レフト下がった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして1対0。山中、とうとう打たれてしまいました。5回の表、1点を追いかけます。阿波、攻撃に入ります。トップバッターは渡辺。阿波、ここで一つ形を作りたい。第2球投げた。2球目、ストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた。インコース引っ張った。切れていきます。ファウル。第4球を投げました。打った。ライトいった。ヒット。渡辺、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。阿波、代走を起用します。羽田、一塁に入りました。右のバッターボックスは5番芦田。第1打席は内野フライに倒れています。米子、ここはバントに警戒します。第2球投げました。ボール。カウント1ボール1ストライク。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げました。バントした。ピッチャー正面に転がった。一塁送球島谷、取ってアウト。ランナー二塁に進みました。米子、同点のピンチを迎えます。投げました。ストレートはボール。第2球投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライク。肩越しにランナー見た。投げた。変化球ストライク。外角高め。次が4球目。投げた。変化球ストライク。アウトローへ。タイミング合いません。次が5球目。流し打ちどうだ、ファウルボール、投げた、打った、痛烈な当たり、レフト前クリーンヒット、レフトバックホーム、栗原いいバッティングを見せました。米子なおもピンチが続きます。さあこれが試合を決定づける場面となるか。米子ここは中間守備を取りました。第2球投げた、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボールのストライクです。投げた、外れた、ボール、カウントは3ボールのストライク。第4球を投げました、アウトローを見送ってストライク。第5球投げました、決まった、ストライク、重そうなストレート。第6球を投げました、結局外れてフォアボール、これで満塁です。第1球投げました、初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打った、切れていきます、ファウル、投げた、ボール、低め、カウントワンボールツーストライク。投げた、打ちました、沼上落下点に入った、掴んだ、三塁ランナーのタッチアップはどうだ、中本ライトへの犠牲フライ、まずは同点。米子なおもピンチが続きます。上野ここは踏ん張れませんでした。バッターは代打三村、ファンの期待に応えることができるか。アウトコース高め、ストライク。第2球投げた、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、見送ってストライク、追い込んでいます。肩越しにランナー見た、追い込んで投げた、ボール、完全なボール球、カウントはツーボールツーストライク。次は5球目投げました、145キロ直球、空振り三振。5回の表が終わって1対1、阿波この回1点返して同点としています。さあここは守備を変えてくるようです。5回の裏、米子攻撃に入ります。この回の先頭バッターは沼上、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、打ちました。第3球を投げました、直球ストライク、アウトコースへ、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、羽田下がっていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスにはブロンコ、第1打席はセンターフライに倒れています。さあ次の投球投げました、シンカー見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、直球低めボール、カウントワンボールツーストライク。投げた、ボール、カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで左中、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番吉田、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げた、打ちました、平城掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。山中この回ピシャッと3人で抑えています。5回までが終了しまして1対1。この後は特別ルールにより阿波この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは打った、ファウルグラウンド、キャッチしています。まずは二塁牽制、二塁タッチ、セーフ、初球決まってストライク。セカンドランナーちらっと見た。第2球投げた、直球見送ってストライク。さあツーストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、外角、空振り三振、上野ナイスピッチング。バッターは3番佐渡、今日はピッチャーゴロとサードゴロ、見送ってストライク。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、直球見送ってストライク。第4球を投げました。打ちました。これはヒットになります。打球が転がっている。米子勝ち越しを許します。2対1。バッターは代走で出場の羽根田。今日最初のバッターボックス。初球から打ってった。センター方向に持っていきましたが、掴んでこれでスリーアウトになります。延長6回の表が終わって2対1、阿波1点勝ち越しです。山中降板、そして最後を締めるのは高橋。今日2番手としてマウンドに上がります。米子代走を送ります。古葉2塁に入りました。米子、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番田村。初球バント。三塁線転々としている。中原取ってアウト。田村、米子代走投入です。宮城に2塁に入りました。先ほどホームランの岩崎。阿波、ここは外野フライも避けたい場面です。投げました。打った。右中間へ犠牲フライになるか。取った。古葉タッチアップ。岩崎ライトへの犠牲フライ。追いつかれました。2対2。バッターは2番島谷。今日はセンターフライと三振。危ない球。第2球投げました。決まってストライク。投球はこれから3球目。打った。取ってこれでスリーアウトチェンジ。延長6回の裏が終わって2対2。阿波、この回1点奪われ同点とされています。さあ、ここは守備を変えてくるようです。投げた。外角高め見送ってストライク。第2球ストレートに送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから投げた。ストレートはボール低め。カウントは1ボール2ストライクです。次が4球目。投げた。打ちました。セカンドの左ゲッツーコース。2塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。米子なおもピンチが続きます。見送ってボール。1球外してきました。第2球投げた。ボール。これも外します。第3球はここは勝負を避けました。次は4球目投げた。ここは歩かせます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは中本。今日はレフトフライとフォアボール。第2球投げました。打ったい当たりだ。ライト前クリーンヒット。ライトからセカンドへ。米子、ここで勝ち越されました。3対2。今日1打点の中本。今日はセンターフライとライトへの流し打ち。ファール。第2球投げました。打ちました。レフトへの打球取りました。これでスリーアウト。延長7回の表が終わって3対2。阿波1点勝ち越しです。先ほどヒットを放っている佐竹。阿波一打同点のピンチを迎えています。肩越しにランナー見た。ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。スライダー空振り三振。高橋見事なピッチングです。バッターは4番小野。今日はレフトフライとセカンドフライ。1球目ストライクから完全に外れた。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。おっとデッドボール。バッターは5番村野。今日は三振とレフトフライ。見送ってストライク。投球これから2球目。縦のカーブボール。これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。打ちました。高橋ボールを掴んだ。本塁フォースアウト。アウト。ゲッツー。ゲームセット。米子悔しい敗戦です。本日の勝ち投手高橋、負け投手上野。て本日のヒーローは中本。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように3対2、米子1点差で敗れました。勝利投手は高橋、敗戦投手は上野、実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。